ディスコブームで沸く80年代、彗星のごとく現れ、世界を席巻した天才シンガーソングライターのクリストファー・クロス。最近は見かけなくなりましたが、気になったので調べてみることに。1951年生まれの現在70歳になったクリストファー・クロス。1979年アルバムクリストファー・クロスでデビュー。シングル「Ride Like the Wind」が全米第2位にもかかわらず、デビュー時はコンサートもせず、素顔は非公開のままで、そのハイトーンボイスの美しさはまさに天使の声、そう呼ばれるほどでした。衝撃のデビューでした。というのも、顔も素性も全くわからない一人の男がやったこととは。セカンドシングル「Sailing」は全米ナンバーワンとなり、1981年のグラミー賞の5部門を独占。最優秀アルバム賞、最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞、最優秀新人賞、主要4部門を含む5部門を同時受賞。翌年、映画「ミスター・アーサー」の主題歌「ニューヨークシティ・セレナーデ」でアカデミー歌曲賞を受賞したのは、もちろんグラミー賞史上初の快挙で、2020年のビリー・アイリッシュまで唯一無二の記録でした。余談ですが、ベストヒット USA で小林克也さんが語ったところによれば、この歌詞ができた由来は、ニューヨークでの仕事を終えて家路に着いた共作者ピーター・アレンが、ジョン・ F ・ケネディ空港で運悪く搭乗した飛行機の機体トラブルで機内に閉じ込められ、復旧を待っている間、ふと座席の窓から外を見たら、ニューヨークの街を照らすとてつもなく大きな満月が見えたのだとか。そこにインスピレーションを受けて、この歌詞が自然に降りてきたということですが、名曲にふさわしい誕生秘話ですね。70年代後半のボズスキャックスに代表されるAOR の流れの頂点にいきなり立ったクリストファー・クロス。なぜ素顔や素性を明かさなかったのか。その理由はレコード会社の意向とも言われますが、実はルックスや大きな体に少なからずコンプレックスがあったからとも言われています。その容姿はというと、天使の声といわれるイメージからは想像できないほどかけ離れていたのも正直なところではあります。ですから、デビューからしばらくはフラミンゴが彼の代名詞でもあったのです。まさに LA の風を感じるような主曲の楽曲の数々から、彼は西海岸の人だと思われがちですが、実際にはテキサス州サンアントニオ出身で、驚きべき事実が判明。5歳から9歳の幼少期には、軍医だった父の仕事の関係で、まさかの東京代々木に住んでいたそう。さて、クリストファー・クロスといえば、シンガーソングライターとしてだけでなく、あまり知られていませんが、彼の素人離れしたギターの腕前は、若い頃から業界では知れ渡っていて、意外ですが、いくつかのハードロックバンドを、渡り歩いていたのだとか。あのディープパープルのコンサートでは、体調を崩したリッチー・ブラックモアの代役でギターを弾いたこともあるほど。しかも当時なんと19歳だったとか。地元ではブラックモアの完コピ少年として知られる存在でした。ギタリストとしても超一流で、元ハードロッカーだったなんて意外な経歴ですよね。さらに意外なことは、離婚歴が2回もあるということ。1度目は1973年に結婚し、1982年離婚。その後、付き合っていた彼女が凶弾に倒れてしまうという悲劇も。2度目は1988年に再婚、2007年に離婚。1男1女がいるそうです。その後、1983年セカンドアルバムアナザーページ以降、直近では2017年 Take Me As I Am をオリジナルアルバムとしてリリース。
精力的に活動し、ライブでは毎年のように来日されていたようです。しかし、とんでもない悲劇が彼を襲うことに。クリストファー・クロス、突如 SNS で自ら2020年春に新型コロナウイルスに感染していただけでなく、その後コロナが原因の神経疾患に見舞われ、一時的に体が麻痺していたと告白しています。恋人と2人でメキシコに旅行後、共に陽性であることが判明し、一時は買い物に出かけられるまで回復しましたが、直後に足が動かなくなったのだとか。一体どうなったのかというと、コロナが原因となるギランバレー症候群を発症していたのです。その回復にも手間取ったそうで、言語能力や記憶力が影響を受け、車椅子生活や杖を使った歩行を強いられたりもしたのだとか。自身の苦い経験でこんなことを、 COVID-19 が本当であることをまだ信じていない人々、デマや何らかの陰謀だと思っている人々へ、私からのアドバイスは、これが世界中を山火事のように駆け巡っている死に至る病気であることを理解するということです。協力することのみで打ち勝つことができます、とメッセージを締めくくり、各国で感染拡大するパンデミックを軽視しないよう呼びかけています。また最近のファンネットによると、元気に自転車にまたがる姿が掲載されたり、新作アルバムの制作にも入っている話も。おそらくかなりの回復をされている一方で、生涯の友人のロブ・モイラーが交通事故でこの世を去ってしまったりとか、精神的にはまだまだ辛い時期かもしれませんね。ミスター・フラミンゴことクリストファー・クロス、早く元気な姿と天使の声で復活してほしいと思います。